こんにちは、アンドロイドのお姉さんです。私は今大阪駅に来ていまして、これからこの青春18切符を使って旅に出たいと思います。3月半ばに購入したまままだ使っていなかった青春18切符、有効期限が4月10日までなので焦って計画を練りました。青春18切符では自動改札機を通れないので有人改札口で日付スタンプを押してもらいました。今回は大阪から博多まで約13時間の旅です。はじめに5時58分姫路行き特急に乗っていきます。記念すべき本日第1本目の電車です。ちなみに博多まで最短で6回の乗り換えがあります。朝方の大阪駅に別れを告げて、この旅が順調に進行することを祈りました。平日の朝の6時台、思ったよりも人が乗っていました。皆様これからお仕事ですね。非常ふだがなりまして、ただいま乗務員が確認に向かっております。電車は帝国通りに西明石駅に着いたのですが、緊急停止のブザーが鳴ったようで駅に15分ほど停車していました。ここで新幹線とすれ違います。大阪博多間は新幹線のぞみ利用で2時間45分ほどで行けてしまいます。私も普段ならそうしたでしょう。しかし青春18切符は全国の JR 線の普通列車、快速列車に1日乗り放題で2410円、時間がある人にとってはめちゃめちゃお得な選択です。ご乗車ありがとうございました。終点姫路です。朝のラッシュの時間とかぶってしまったのか、ホームにはたくさんの人が溢れていました。続いて本日2本目の電車、山陽本線11号系の岡山行きに乗っていきます。姫路から岡山間は普通列車のみ、すべての駅に停車する普通列車に乗ることになります。ここから1時間半かけて18駅先の岡山駅を目指します。岡山駅に到着しました。乗り換えは2分しかないので、急いで向かいのホーム三原行き普通列車に乗り込みます。皆様の旅の心配事、トイレもちゃんとついていました。11号系の車両は国鉄時代の古い車両なので和式のトイレでした。11時10分三原駅に到着しました。次の列車まで50分近くあるので、ここで昼食をとります。青春18切符は途中下車も OK なのです。広島の三原駅、新幹線の停車駅でもありますが、私は来たことがなかったです。タコ押しの街らしいです。知らない街の路地裏を歩くのはなんだかワクワクしますね。探検してみたいですが時間がないので。お昼はお好み焼きの有名店で三原焼きをいただきました。三原焼きとは鶏のもつ入りのお好み焼きのことだそうです。猫舌なのでゆっくり食べていたら列車の時間が迫っていました。1時間に1本しか来ない列車に乗り遅れてしまいました。まあ旅に予定調和なんてないのでしょう。三原駅の構内にめっちゃいいワーキングスペースがありました。ここで充電しながら時間を潰そうと思います。鳩もいました。待ちに待った次の列車は山陽本線227系車両。外装にステンレスの銀色と赤色をあしらい、レッドウィングという愛称で呼ばれています。
広島の人はカープやら何やらで赤が好きなのかもしれません。三原から岩国まで30駅を約2時間で進んでいきます。岩国、終点の岩国は15時11分に着きます。大阪駅を出発してから8時間以上が経ちました。乗り換えや昼食を挟んでいたとはいえ、ずっと座りっぱなしで長時間移動をしているとさすがに答えてきます。お待たせいたしました。山陽線宮島口方面普通列車岩国行き、まもなく発車いたします。中国地方を代表する都会、広島駅も通過します。もう十分遠くまで来たし、青春18切符の元も取れているので、旅を中断してもみじまんじゅう食べ比べぐらいのぬるい企画をしたい気持ちも出てきましたが、気を引き締めて博多を目指します。宮島口で結構な人が降りていきました。世界文化遺産に登録されている宮島、私も見てみたかったのですが、少し先の駅、大野浦駅から久場駅の間の山陽本線は海沿いを通っているので、正面にバッチリ宮島が見えました。長旅の中でも車窓からこういった綺麗な景色が見えると、ふっと疲れが軽くなるような気がするのです。15時11分、岩国駅に到着しました。岩国駅は山口県にある駅で、もう山口県に入ってきたのかと少し感動しました。長時間運んでくれたレッドウィングとはここでお別れです。次の列車までは20分ほどあるので外を散策してみたいと思います。駅前がえらい綺麗だなと思いましたが、どうやら2020年6月にリニューアル工事が完成したようです。綺麗で気持ちのいい駅です。エコノミー症候群が怖いので駅前で屈伸運動をしたりしました。その後の黄昏れている光景です。カフェでコールドプレスジュースを頃みました。1杯800円。乗り換え5回目。次の列車は4両編成の115系です。115系、よく合うなという感じです。しかしこうやって活躍している車両もすでに40年以上という歳月を走り続けてきたので、乗れるのも今のうちかもしれません。座席はセミクロスシートになっています。この区間は学生が多く、彼らの話に耳を傾けていると懐かしい、少し甘酸っぱい気分になりました。窓枠には広島競争連盟と書いてありました。今までの移動中ほとんど寝ていたのですが、寝すぎて眠れなくなったのでメールを返したり軽い仕事をしたりしています。ただもちろん Wi-Fi はないのでスマホからデザリングしました。バッテリーの消耗がすごい。気づいたら日が暮れていました。車窓から見るサンセットも素晴らしいものですね。はい、というわけで35駅約3時間かけて下関に到着です。6回目の乗り換え、18時57分発415系新田原行きに乗っていきます。ご乗車ありがとうございます。九州方面普通列車の新田原行きです。山口小倉、西小倉、南小倉、上野順で終点新田原まで各駅止まります。走行中、電車の車内照明が突然消灯しました。停電かと思って焦ったのですが、他の乗客は何も気にしない様子。すぐに照明はつきました。これは本州と九州を結ぶ関門トンネルの日常風景、
電気のボルト数が異なるので切り替え点があり、そこを通過するときに電車の構造上照明が消えるのです。はい、小倉に到着しました。ようやく九州に上陸です。駅にはこんな素敵なメッセージが。今年こそ人に会って笑い合える日々が戻ってきますように。夜は博多でラーメンを食べるつもりでしたが、計画通りに行かず遅くなってしまったので小倉で途中下車です。モノレールが駅構内に乗り入れていてびっくりしました。しかも銀河鉄道999のラッピング車です。顔の部分にはメーテルが、外装には他のキャラクターたちも描かれています。パッと見星野哲郎は見当たりませんでした。アイラブ北九、有名な白屋ベーカリーはこの時間閉まっていました。残念。せっかく福岡におるけん豚骨ラーメン食べなあかんけんね、ということで駅近くのアーケード街にある一平本店に伺いました。この旅の一番の目的と言っても過言ではない豚骨ラーメンとやっと対面できました。たまに匂いが強烈なところもありますが、ここの豚骨ラーメンは全くきつくありません。麺はバリカタ、針金のようなザ・九州の麺とは異なり、柔らかさの中にもコシを残した感じがあります。スープは思ったよりもあっさりとしていて毎日でも食べられそう。チャーシューも豚の旨味と塩気をギュッと閉じ込められていて、単品でもお酒のつまみにできそうな味でした。ごちそうさまです。さて旅の続きに参りましょう。本日最後の列車 JR 鹿児島本線快速に乗り込みます。小倉から博多まで停車駅は15駅、約1時間で到着します。乗っているのは811系電車です。初めて乗ったのですが、この響くような走行音に迫力を感じました。ついについについに博多駅に到着しました。トラブルや乗り遅れたり途中下車などもあって、結局16時間ぐらいかかってしまいました。これにて長かった大阪博多間青春18切符の旅が終わります。もう疲労困憊です。皆様お付き合いいただきありがとうございました。ちなみに青春18切符あと4枚残っております。なのでこのシリーズは続くと思いますが、温かい目で見守ってやってください。それでは次の動画でお会いしましょう。